馬がついえてから早20年、太平を貪る江戸の町、その近海に浮かぶ島があった。人々は浪人街と呼び蔑む。その島には無頼の戸が救い、無法の者が闊歩する町があった。公儀の目も届かぬその町は、いつしか覇業を名乗る者どもに支配され、利天橋と称するほどに変貌を遂げていった。今利天橋で新たなる矜持が始まろうとしている。絵から飛んでみ。
いざ尋常に勝負。ラナゲッダ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 ッよごれちゃったわ。女は扱い一つで変わるのよ。あんまりはしゃぐなよな、俺の町で。いざ尋常に勝負。世の中渡んなよ。今日は調子が悪いだけよ。そうよ、だから負けたのよ。